東松山市立、高坂図書館は埼玉県東松山市にある図書館である。かつて東松山市、高坂地区は高坂ニュータウン等の開発により人口が急増したが東松山市には公立図書館が一館しかなかったため、高坂地区の住民からは地元への図書館設置の要望が上がっていた。また人口急増に伴い、 大阪公民館や高坂給料地区センターの既存の会議室だけでは集会の需要に対応しきれなくなっていた。さらに、高坂地区周辺には大東文化大学、東京電機大学、山村女子短期大学等があって、大学生の図書館利用が多いことからも図書館の建設が求められていた。そこで、東武東上本線。 大阪駅西口の土地区画整理事業完了後の1991年秋東松山市は当時の埼玉県では珍しかった図書館と集会施設を兼ね備えた複合施設として大阪図書館の建築計画を決定。1992年度一般予算に建設費を計上し、1992年6月に大阪図書館の建設に着工した。 大阪図書館は当初予定された1993年3月の完成からやや遅れて6月4日に落成し6月6日に開館した。本館の開館等により1995年度の東松山市内の図書館の貸し出し利用者数及び貸し出し点数は本館開館前の1991年度のほぼ2倍に増加した。大阪図書館では 東松山市の市政施行45周年記念出版として、高坂公民館と協力して高坂地区の地名の由来をまとめた、高坂の地名シリーズ全4冊を1999年度に発行している。ありがとうございます。